はいどうも皆さんこんにちは、スターリーの河野玄斗です。今回扱うのは2021年今年の東京大学のね問題なんですけど、このね括弧2番の計算が結構大変なんですよ。試験のね緊張した空気の中で完答するのはなかなか難しいんですね。でもこういう問題をしっかりと取っていくってことはもうねかなり重要になってくるので、必ずマスターしていきましょう。それでは括弧1からやっていきます。関数 fx イコール x2 乗プラス3分の x に対して y イコール fx のグラフを c とする。点 a における c の接線を l とする。とりあえずね y イコール fx のグラフを書いてあげて、このね点 a における接線を l とすると、この点 a の x 座標は1なわけなんだけど、 y 座標はここに代入すればいいね。1たす3分の1で4分の1と。で今括弧1番 C と L の共有点で A と異なるものがただ一つ存在することを示し、その点の X 座標を求めようと。だからここのことやね。ただ一つ存在して、かつその点の X 座標を求めてくださいねと。これはね L の方程式出せるよね。この L のね傾きっていうものは FX をね微分してあげて、分母の2乗で分子の微分は1かける分母引く分子かける分母の微分、よって x2 乗プラス3の2乗分のマイナス x2 乗プラス3と。だから点1にねおける接線の傾きは1を代入して8分の1というふうなね。そうするとまあね通る1点が14分の1で傾きが8分の1なわけだから、 L は y イコール8分の1括弧 x マイナス1プラス4分の1で y イコール8分の 1x プラス8分の1というふうになるわけね。じゃあこれが分かったわけだからね、 L と y イコール fx の、もう一つの交点っていうのはこれとこれを連立させればいいね。これを解くにあたって、まあ、分母払うよね。分数があったら分母を払う。そうしたら 8x イコール x2 乗プラス 3x プラス1展開してあげると x3 乗と x2 乗と x1 乗の項は 3x-8x でマイナス 5x で、定数項はプラス3イコール0と。で、これ三次方程式になるわけだから、因数分解してあげたい。x イコール1の点でね、接するわけだから、x マイナス1の2乗で因数分解できるということがね、予想されて、実際に割り切れて、x プラス3イコール0と。よって、x イコール1とマイナス3の2つが交点。よって、こっちの方が a なわけだから、答え。x イコールマイナス3の点で、ただ1つの方点を持つと。よろしいですかね。じゃあ次、カッコ2番なんだけど、カッコ2番は、カッコ1で求めた共有点の X 座標を α とする。まあ、マイナス3のね。定積分、この積分を計算せよと。fx は x2 乗プラス3分の x。で、gx はさっきね、この L のね、方程式を求めたわけだから、結局求めなきゃいけないのは定積分。これを計算せよと。こいつをどういうふうに計算してあげるか。まあ、これパッと見てね、まずなんか工夫してあげられるんだろうなっていうふうに思うよね。まあ、実際このね定積分の値 i とすると i イコールまあ一旦通分してみようと。8カッコ x2 乗プラス3で通分してあげると、まあここ 8x マイナス x2 乗プラス 3x プラス1とこいつの2乗を積分してあげようというふうになるわけで、でここの部分がね因数分解できるんだよね。っていうのもカッコ1の過程で 8xをこっちね引いてあげたらこれになって、これがこういう風に因数分解できるよっていう話があったわけだから、マイナス x マイナス1の2乗 x プラス3という風に因数分解できる。まあすなわちこれ2乗も考えると 64x2 乗プラス3の2乗で x マイナス1の4乗 x プラス3の2乗と、まあこういう風に綺麗になると。綺麗になるって言ったのはこの、ね、x マイナス1の部分と1が対応して x プラス3の部分とマイナス3が対応してるから。とはいえこの形にしたところで何の進展もないよね。一旦ねこういう工夫したいなとか思いながらやってみても、まあ x2 乗プラス3の2乗がめちゃめちゃ邪魔だなということでできないね。ということで方針転換どうするかというと、もうね地道にするしかないの。これを展開してあげるしかない。まあ、ここの部分をバラバラにねして2乗で計算してあげると大変なので、一塊すなわち a-bの形で2乗展開してあげると、まあ、i っていうものは、この3つの項に分けることができる。ね、これの2乗がこれ。2ab がここ。で、b の2乗がここと。で、それぞれの項について見ていくと、まずはね、ここは簡単だよね。ここはすごく簡単。まあ、もう、不定積分が簡単にできて、192分の 1x プラス1の3乗と。まあ、こんな感じで簡単に求めることができる。で、問題が、こいつとこいつ。まあ、最初にね真ん中の項から見てあげるわけなんだけど、
この分数式の積分っていうものをどういうふうに考えてあげるか。でまずね、一つ目。分数式の、まあ、鉄板のね、考え方なんだけど、分母の次数と分子の次数を見たらどっちも2次でしょ。まあ、要は分子の次数が分母の次数以上ということで割り算ができるね。ここは x2 乗プラス x でしょ。x2 乗プラス x を x2 乗プラス3で割ってあげると、こいつがね、1余り x マイナス3というふうになるわけ。よって、まあ、ここの部分ね、積分は簡単だから、x2 乗プラス3分の x マイナス3。この積分をしてあげればいいですよっていうふうになるね。で、続いて、このね、x2 乗プラス3っていうのを分母に持つ、分数式ね、積分っていうものをどう考えるかなんだけど、これ、左側の部分と右側の部分。っていうものをしっかりとね、分けて考えてあげましょう。x2 乗プラス3分の x と x2 乗プラス3分の、まあ、定数1とかね。っていうものの積分っていうものが全然ね、違う方法で解けるね。まあ一緒に解くこともできるんだけど、まあ別に解くことができる。じゃあまず、x2 乗プラス3分の1の場合、これどういうふうに計算するのかというと、これもうパターンとしてね、押さえておきましょうね。x イコールルート3タンジェント c だというふうに置いてあげるね。2乗プラス定数分の1っていうのはタンジェントを使ってあげる。で、まあ一応 x と θ がね、1対1対応するように、θ の範囲をマイナス2分の π から2分の π というふうに置いてあげる。あとはね、この置換積分を解いてあげるだけなんだけど、置換積分はね、ちゃんと注意しなきゃいけない3つのポイント。まずは原子関数を θ に直す。で、dx を dθ に直すのと、この範囲を考える。ax がね、ルート3タンジェント θ の時、まず dx はって言われたら、このタンジェント θ の微分は cos2 乗分の1なわけだから、cos2 乗 θ 分のルート 3dc だと。で、次、x がマイナス3から1のとき、θ はっていうふうに言われたら、マイナス3分の π から6分の π になると。ここまで来れば、マイナス3分の π から6分の π で、x2 乗にね、ルート3タンジェント θ 入れると、3でくくったら、1足すタンジェント2乗 θ になると。分の1かける、cos2 乗 θ 分のルート 3dc っていうふうになって、このね、1たすタンジェント2乗シータっていうのが、コサイン2乗分の1だね。だから、まあ、コサイン2乗分の1とコサイン2乗で、これ約分できて、結局、ルート3分の1だけが残るね。ルート3分の1。だから、ルート3分の1をマイナス3分の π から6分の π まで積分してあげると、ルート3分の1かける、6分の π 引くマイナス3分の π だから、プラス3分の π。で、2ルート3分の π というふうになるわけね。もうこれ、超基本的な形だね。じゃあ次。x2 乗プラス3分の x を積分してあげましょう。こいつもね、同じように、x をルート3タンジェントシータで置換積分することもできるんだけど、もっとね、楽な方法として、x2 乗プラス3を塊として見てあげると。そうすると、まあ、t みたいな形で置いてあげると、t の微分が 2x でしょ。そうすると、x2 乗プラス3のね、微分が 2x なわけだから、xdx の部分を dt、まあ、正確には2分の 1dt というふうに見てあげることができる。このことから、このね、不定積分は、ログ x2 乗プラス3。まあ、絶対値はね、外れるね。絶対正だから。で、その2分の1倍と、こういう風に置換積分することができると。まあ、実際のところ、頭の中でこれを t という風に置き換えたかのように積分してるというわけね。そうすると、あとは、1代入したものとマイナス3代入したものを引いてあげて、答え、マイナス2分の1ログ3という風なね。こんな感じで、二つのね、基本的な積分っていうものを押さえておいてください。そしたら、ここの部分はね、無事積分できると。じゃあ、ラスト。x2 乗プラス3の2乗分の x2 乗なわけなんだけど、これも結局一緒ね。この s の時と一緒で、ルート3タンジェントシータで置換してあげると。まずは、x イコールルート3タンジェントシータで置き換えると、範囲がね、マイナス3分の π から6分の π になったね。で、ここの部分は、三角弧1プラスタンジェント2乗シータ。の2乗でしょ。で、x2 乗の部分は、ルート3タンジェントシータ2乗だから、3タンジェント2乗シータというふうになる。で、dx の部分はさっきやった通り、これね、コサイン2乗分のルート3。こういうふうになるわけだから、で、このね、1たすタンジェント2乗っていうところが、コサイン2乗分の1でしょ。あとは、このね、タンジェントをコサイン2乗分のサイン2乗っていうふうにやることによって、ここね、コサイン2乗分の1とコサイン2乗分の1が分母に1個出てきて、さらにもう1個のコサイン2乗分の1がこのコサイン2乗分の1と約分できるわけだから、結局ここが消えるね。まあ、ちょっとね、わかりづらいよって方は1個1個ね、紙に書いて計算してもらえるといいかなと思います。そして、あとはね、3の2乗の9が1個分ね、ここ消えて、残り3とルート3でルート3というふうになるわけだから、
結局ルート3分の1マイナス3分の π から6分の π のサイン2乗シータ dθ というふうになる。でもサイン2乗シータ dθ のねパターンだよね。ちゃんとパターンを抑えてるかどうかっていうのが大事。こういうふうに半角の公式で2シータの形にしてあげる。そうしたらあとね2分のシータ引く4分の1サイン2シータとこういうふうに積分することができて、あとは6分の π を代入したものからマイナス3分の π を代入したものを引いてあげることによって計算省略すると4ルート3分の π マイナス4分の1というふうなね。よろしいですかね。これも結局パターンなわけね。 x イコールルート3タンジェントシータと置いてあげる3点セットに注意しつつ、あとはねサイン2乗シータの積分を半角の公式を使って解いてあげると、ここまで来たらあとはね元々の式が4ルート3分の π マイナス4分の1これがねこうなって、引く4分の1倍のまず1の積分はって言われたらマイナス3から1までね積分するわけだから1引くマイナス3の4とプラス x2 乗プラス3分の x の積分はって言われたらマイナス2分の1ログ3というふうになるね。で次が x2 乗プラス3分のマイナス3だからこのマイナス3倍ねがマイナス2ルート3分の 3π と、まあ、これ1個約分することができる。でラスト192分の 1x プラス1の3乗ね1入れたものからマイナス3入れたものを引いてあげると12分の1になると。あとはこれをねまたゴリゴリ計算してあげることによって答え24分の5ルート 3π プラス8分の1ログ3マイナス6分の7というふうに求めることができるわけです。まあ、これね答えもかなり汚いしいろんな積分させられて結構大変だったかなというふうに思うわけですね。もうごちゃごちゃして、でもこういう問題をしっかり取ってほしくて、っていうのもこれ結局ね計算だけなんですよ。計算がめんどくさいっていうことの裏返しとして結局やってることは計算だけだよねっていうふうに言えるわけなんですね。基本がね入ってない人はこの x2 乗プラス3分の1の積分で、うん、どうやるんだろうっていうふうに考えちゃうし、ね、x2 乗プラス3分の x についても同様。でも基本が入っていればただの計算だけということで、皆さんねちゃんと東大ですらこういう問題が出るわけだから基本っていうものをしっかりとね大事にして、こういう問題をあ計算だけの問題ねっていうふうにカテゴライズできるようにね日々ね演習積んでもらえたらいいかなと思います。今後もねこういう面白い問題をたくさん取り扱っていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。